時津山慎一は、福島県岩木郡出身の元大相撲力士。本名は、わらがい淳一。1925年4月13日に、東京府江原郡で生まれる。子供の時に両親が離婚、父親とは死別したために孤児として育ち、親戚に引き取られて、全国を転々とした。花巻で床屋を営む家に嫁いだおばに引き取られた。 妻は、床屋職人として厳しく指導されたが、当時は、小学生で遊びたい時期だったことから逃げ出しては、強引に連れ戻され、性格が打ち気で暗くなっていった。その後、高砂部屋で、幕下力士だった沖縄のおじへ引き取られたが、おじは純一少年の面倒を長く見る気は、最初からなく、土地相撲で知り合った時津風へ預けることに決め、純一少年には、 大阪見物の名目で連れて行かれ、そのまま、時津風部屋へ入門した。当時の時津風部屋は、弟子が少なく、その弟子も六二稽古を行わないひどい状態だったため、純一少年の素質を見込んだ時津風は、時津風の現役時代に京都相撲、送風部屋で一緒だった、立浪のもとへ送り出し、立浪部屋所属として、正式入門に至った。四個名、時津山は、 見習い時代を過ごした時津風部屋に由来する。力士になったものの、新弟子時代は部屋の押し入れに閉じこもって出てこず、引っ張り出されてはすぐ崩れ落ちるほどに弱く、部屋を逃げ出しては、兄弟子にすぐ見つかって連れ戻されるなど、序の口として番付に名前が記載されるまで2年半を要した。しかし、招集されて、合津若松の舞台に入隊して、以降は、 厳しい訓練を仲間との励まし合いと互いの様々な追い立ちを知ることで相撲部屋より明るく過ごすことができたため心も体も強く生まれ変わり立浪部屋へ帰還してからは別人のようになっていた部屋に戻ってからは左四つで相手を釣り出したり矢柄で振り回す豪快な取り口で1946年11月場所では幕下優勝を7戦全勝で飾り 1947年6月場所で新十両昇進を決めた。十両でも奮闘し、1949年5月場所で新入幕を果たして以降は、1950年9月場所で12勝3敗の好成績を上げ、最初の3勝を受賞した。幕内定着後は前述のように相手を豪快に振り回す取り口で人気を博し、強靭な足腰を誇る若の花冠士も、 土俵中央で振り回すほどだったが、それが逆に成績の村となって現れることもしばしばあった。12章以上を挙げた場所が7場所ありながら、大関昇進が果たせなかったのは、その豪快な取り口が持続できなかったのが原因とも言われているが、若葉黒智明、北の世、登る、安年山治と共に、立浪四天皇と呼ばれ、上位陣にとっては、脅威の存在として、 戦後最強の関分けとも言われた。1953年5月場所は、幕内最高優勝を15戦全勝で飾る。平幕での全勝優勝となったが、平幕の全勝優勝は、昭和20年6月場所に7戦全勝で優勝した、微州ん、大八郎以来7年11ヶ月ぶりの快挙であり、同時に1場所15日制が定着して、以降に15戦全勝で、 平幕優勝を達成した力士の第一号となった。千秋楽の言葉浜線は釣り出しで勝利。この場所は、東前頭6枚目の位置でありながら、対戦相手で、最も番付が上だったのは、では二式忠夫だけで、一敗で追いかけていた、吉羽山純之助、栃西清高の、両大関との対戦もなかったことから問題視され、 これ以降は、前頭中位から、会の力士においても、成績次第では、本場所の終盤戦に三役、もしくは横綱との対戦を組むように考慮するきっかけとなったとも言われている。その後は1955年1月場所で12勝3敗の、好成績を挙げ、同成績で、横綱、千代の山正信との優勝決定戦に出場し、寄り切りで敗れて、優勝は逃したものの、 以前の全勝優勝が偶然ではなかったことを証明した。35歳となった1960年3月場所でも十二勝三敗の好成績を挙げ、同年5月場所で土地西木清高から金星を奪ったのが最後の栄光となり、その後は番付が高下1961年3月場所を全休したのを最後に現役を引退した。引退後は年寄り、 お塩川を襲名し勝負検査役を務めたが、1968年11月21日に肝臓癌で死去、43歳没。1953年5月場所平幕優勝、パレードに臨むとギツやありがとうございます。